ラジカル、ラジカルは、日本テレビ、関東ローカルで、2006年4月3日から2009年3月27日まで、平日の朝に放送されていた、情報、バラエティ番組。基本放送時間は、平日の9時55分11時25分、JST、ハイビジョン制作、地上デジタル放送、2006年3月30日まで、 平日夕方に放送されていたラジカルのリニューアル版にあたる番組のコンセプトはラジオのように軽くカルチャーする番組ラジオ局並みの広さであるゼロスタジオから放送されているのはそのためであるラジオのワイド番組のように収録ロケが全くなくほとんどのコーナーを生放送で行うのが特徴であるロゴの副題にはラジオでカルチャーを英字であしらった ラジオでカルチャーが表示される。番組の前半は最新の時事ニュースや芸能情報さらにはゲストを迎えトークする。後半はお笑い芸人が出演している。従来放送されていた通販番組ポシュレ・ヌーボーもラジカルポシュレとして11時10分11時20分頃に組み込まれて放送されており、系列局である宮城テレビでは 金曜日11時5分、11時15分に、テレビ新州では、木曜日11時10分、11時20分に、静岡第一テレビで、金曜日11時15分、11時25分に、単独番組として放送されていた。この番組は、地上デジタルハイビジョン放送であるが、スタジオ、ゼロスタジオ、マイスタジオなどと、天気カメラ、ハイビジョンに、対応済みの潮止め、工事待ち、 渋谷など、のみ16、9のハイビジョンで、非対応の VTR 映像とお天気カメラはもちろん、副調整室の都合により16、9対応の VTR 映像でも、左右のサイドパネル付きの4、3の映像にアップコンバートさる。これは、ザワイドと同様な現象が起きている。ただし、番組中に、ニュースが入ってきた場合の映像では、十六九での放送が可能で、四。 3での放送の場合では左右のサイドパネルはついてない。番組の HV マーク、ハイビジョン放送は最初の中継リレーが終了し、番組なが登場した時、画面右下に黒字で小さく記載していた。当番組はレギュラー陣が別の番組を優先して欠席したり、遅刻や寝坊が多いことなどから、ゆるい番組というコンセプトを持っている。 宮崎アナは飼い犬を番組に連れて出演することがあり、リンちゃんは準レギュラー使い、本番中に MC テーブルの上を犬が自由に歩き回る光景が時々見られた。番組スタートは2006年4月。当番組は上記のように2005年10月3日から2006年3月30日までの夕方15時55分から17時25分に、 放送していたラジオ感覚の新情報バラエティ番組ラジカルを午前に時移動させたものである日本テレビ定例会見での改編発表ではタイトルがラジカルとなっていたが最終的な正式タイトルにはは使わなかった。しかしラジカルポシュレで開始当初ラジカルと表記されていたこともあった。番組の枠移動については 日本テレビが2005年10月から午前枠で大阪読売テレビ制作のなるとも2009年3月終了をネットしたが思うような成果を上げられず関東には馴染まないと日本テレビ側が判断し同番組が枠の手こ入れとして移動したとされているまたこれまで17時25分から放送されていた夕方のニュース番組 NNN ニュースプラス1が新たに NNN ニュース、リアルタイムとして16時53分からの放送になったことにもよる。この番組がスタートする際、毎週金曜日11時11時25分に放送していた日本医師会提供のテレビ番組、体元気化を終了させたことから、日本テレビでは平日最初の番組、おは4ニュースライブから、 この番組が終わる十一時二十五分まですべて生放送の番組が並ぶことになった。この時間帯に日テレ制作の生番組が設置されるのは二千三年四月から二千四年九月に放送された先取り、ウビーライ年半ぶり、その他九時五十五分マイナス十二十五枠が日テレからの生放送になるのは十時台まで放送していた頃のザ、情報通以来、 半年ぶり。また、先取り。スタート当初は、4時30分の、ニュース調、1430、当時から19時までの、ニュースプラス1、当時まで、全勝放送を確立させた。スタジオは、通路から、ベランダのように競り出した形のゼロスタジオをメインとして一部、マイスタジオも使用するが、ゼロスタジオに駆動さぶ、副調性質がないため、 マイスタジオの副調整室を駆動サブとして使用していることから、日本テレビ社内的には、マイスタ出しの番組となっている。サブや明日の告知、DJ テルが、センター試験の問題、答え、DJ テルは得だねワイドを、ゼロスタでやった後にマイスタに移動、の時などに使用。レーザーラモニージ g のハードなクッキングや、ウエスポーン女の喉自慢などの普段は、 マイスタ広場を使用する外での中継が雨で、できなかった時に使用。ゼロスタジオは狭いため、総合演出の天崎昇は出演者のすぐ脇で、直接指示を出している。そのため、インカム姿で、しばしば画面に登場しほとんどレギュラー出演者、扱いである。ゼロスタジオ入りするためには一度日テレ本シャビルの外へ、出なければならず、ゲスト出演者が驚くことが多い。 ゼロスタジオは空中に浮いた構造上、強風の日はスタジオ全体が揺れることがあり、暗部心だ。地震の時は大丈夫かとの声が出演者の中でよく出ていた。また、TBS はなまる、マーケット出演直後にラジカルフ本番を迎えた中山は、こっちのスタジオは狭いとコメントし、番組は終了したが、ゼロスタジオ自体は後番組である。 思いっきりドン、1025、思いっきりポン、ポン、でも使われている。元フジテレビアナウンサーの血の島や山中秀樹がフリーになって初めてた曲でレギュラー出演したのがこの番組である。ドラえもんやクレヨンしんちゃんがテレビ朝日のキャラクターにもかかわらず VTR 出演したことがある。番組を象徴するポーズとして両手の親指、人差し指、中指、 を立てた状態、フレミング右手の法則、フレミング左手の法則と同じ形で手首を2回、ひねり、それに合わせて、ラジカル、ラジカルと繰り返すアクションがある。これらの動作は、番組内で、ラジカルコールと呼ばれ、番組エンディング、並びに、VTR に出演した著名人が行う、やってもらうのが恒例となっている。出演者はもちろん、他局のアナウンサーやキャラクターでも、 ラジカル軽く考慮した瞬間から、なジカルフ,ファミリーと番組で扱われる。頻繁にコラボレーションを行っている TBS サンデージャポンでも、サンジャポファミリーとして同様の手法が取られている。手法としては、サンジャポの方が先である。通常は両手で行うが、片手が埋まっている際や著名人出演時は、片手のみで行うことが多い。なお、この指の形がフレミング右手、 左手の法則であることは意図したもの。ラジオだから電気。そこで、フレミングの左手、右手の法則、とのことである。また両手で行うのは、ラジオの発信側と受信側という意味もある。また、別の考えもあるという。ラジカルフファミリーとは、対照的に、かつて、レギュラーとして出演しながら、現在は出演していない芸人は、ラジカルフカバと呼ばれる。これは、 奪捨てて山のごとく芸人たちが送られた架空の場所であると同時に芸人そのものを指す複合的な造語である。ただし一生番組に出られないわけではなくむしろセミレギュラー的な立ち位置を与えられて時折登場するというパターンが多かった。墓場という行々しい名称とは裏腹に芸人たちはしぶとく明るい奇妙な団結力を発揮していた。 相沢ザワなどアイドルの場合は、墓場アイドルと言われる。番組終了後も、後継番組、思いっきりドン、ポン、でも継承されており、ヒゲ男爵、体勢ライオンなど、墓場芸人と称された芸人も多くだし、現在では、存在自体が薄くなっても、水面下で損し続けている。開始当初は、関東地区のみの放送だったが、2006年7月7日より、 宮城テレビで金曜日のみネットを開始した。それ以前も、ラジカルポシュレの放送はあった。しかし、2007年3月16日をもって、わずか9ヶ月で打ち切られた。2007年4月からは再び、ラジカルポシュレのみのネットとなっている。本番組は2009年3月27日に終了。翌週から本番組と思いっきりいい。テレビを統合した新番組。 思いっきりドンが開始された。本番組は9時55分開始だったが、思いっきりドンの開始時間は10時25分に繰り下げられた。これに伴い、9時55分終了となっていた、スッキリ。現、スッキリは10時25分、9時30分に飛び降り飛ぼり、までの放送に拡大された。使命と共にクレジットされる肩書きは、 オーソドックスなものがほとんどだが、岡田系右の平ガラ柄ガ柄などをちゃらけたものもある。またオーソドックスな肩書きなら、女優とクレジットされるべき、原千明はコメンテーターという肩書きにされてしまっていたが、金曜移動2週目以降は、酔いドレマーメイドに変更されている。オープニングでは、宮崎アナ、月曜日のみ、歌手都市記から、フルネームで各コメンテーターが紹介されるが、 医師である、名古屋康文と西川文子は、名古屋先生、西川先生と名前が省略されている。加えて、西川は、クレジットの肩書き、形成外科医ではなく、ジョイの西川先生と言われている。各曜日、紹介のされ方がまちまちである。月曜日は、名古屋、スザンヌの後、スザンヌがラジカルチャーの内容予告をしてから岡田を、紹介。火曜日、 木曜日は三人を一度に紹介。水曜日は山中が紹介された後、少し置いて、上松、小倉を紹介。金曜日は一人ずつキャッチフレーズを入れながら紹介。なおコメンテーター紹介は2008年10月で廃止された。吉田てるみとはキャラクターを分けているが、吉田てるみについて触れるときは、僕によく似ている。吉田てるみさんと形容している。 中山などからは普通に、てるみさん、てるーさんと呼ばれる。また、中山から一言突っ込みを受けて、動揺する。ラジオ DJ 風のナレーターだが、顔も出る。サングラスも、毎日変わる。出演初日、すっきり。終了後の15秒告知で、宮崎アナが、謎の男、てるーを間違えて、謎の男、くるーと言ってしまった。てる本人は苦笑し、 コーナー開始時、私はクルーではありません。と訂正した。現在、テルは、同番組と2007年4月スタートした、文化放送、吉田テルミそこ大事なとこ、6時8時30分と、掛け持ちである。2007年3月までは、同局午後の、吉田テルミのやる気満々、と掛け持ちであった。エロも、テル同様、キャラクターを分けている。しかし、テルと、吉田テルが、 そっくりさんであるのに対して、エロと山中は遠い親戚で、血縁関係のある設定である。2008年1月6日に発言、テル復帰後、中山秀幸は、最近、アナウンス業をやっていないから、声が小さかったと言っている。提供クレジット担当。自動音声である。前日までは、大杉君家穴のものが使用されていたが、大杉穴救世により変更された。 月水曜日、博多花丸、大吉、2006年10月5日から2007年3月30日は、速報ランキング 5&5 の期、金曜日担当期、金曜日、高都市、2006年4月3日から2007年3月30日は、夕刊太郎を月金曜日担当。ザ・タッチ、2006年4月3日から2007年3月30日は、 天下目天気予報を月金曜日を担当。宮崎アナが飼っているベージュ系のメスのトイプードル、不定期に出演し、純レギュラー扱い。2006年、平成18年生まれ、体重は1 8キログラムと政権では小型。2007年9月3日月曜日から7日、金曜日まで夏休みの歌手都市記の代打として、ラジカルツに初出演。 2007年9月7日に当時金曜レギュラーの地の、島のトイプードルのジャック、ストクロエ、メスと共演した。バリューナイトフィーバー枠であるが、関東地区のみ放送。司会は、中山秀幸、島大輔、ウオ理恵が担当。なお、ラジカル司会の歌手俊樹は、ゲストとして出演したが、宮崎信子アナ出演しなかった。中山が今日放送されたものでは、 ラジカルっては一切ありません。と発言したように、翌週のラジカルっは時間帯の関係で一切取り上げることはなかった。当時ゲスト出演だった博多花丸大吉、大口はゲームコーナーの進行役を務め、後に10月からレギュラーに抜擢された。視聴率は同地区で2.4%を記録したビデオリサーチ関東地区調べ。 24時間テレビ29見どころ満載直前、スペシャルラジカルッカ生突撃、非舞台裏を大公開だと題し、ラジカルッカ前に当日放送の24時間テレビ、愛は地球を救うの紹介を行った。そのため、出演者紹介などのロゴが、ラジカル仕様使用になっていたほか、完全にラジカル不編成になっていた、右上の占い表示、ザ・タッチの点カ目天気など、 前年2005年まで24時間テレビの直前、SP は、同じ中山司会の TV をじゃ、TV マンボウが担っていた。2007年も、24時間テレビ30、見どころ満載直前スペシャルラジカル化、生突撃舞台裏を大公開だと大し放送。この日は、DJ、テルの徳田ネワイド、高年の衝撃太郎、ザ、タッチちょっとんの日。 ヨネスケの出張が24時間テレビ特別バージョンで放送された。放送時間2007年12月30日日曜日21時22時54分に放送された。この日の放送では NNN30 局の全国ネットとなったため通常はレギュラー放送がネットされていないすべての系列局に多い視聴できる初ネットとなり同時に 初ゴールデンタイム放送となる。2008年も24時間テレビ31直前、ラジカルッカ生突撃、舞台裏を大公開だと大し放送。1990年から始まった平成あっぱれテレビの流れを組む日本テレビの元日に放送された長時間の生特番。2008年まで元日に放送していた大正天に代わって放送され、 全国ネットとしては2度目である。ネット曲は、テレビ大分とテレビ宮崎を除く NNN28 曲。スタジオは、ゼロスタではなかった。タイトルロゴは、レギュラー版のアレンジではなく、中山秀幸が書いたけが使用された。2007年8月6日から8月10日までは、メイン司会の中山が夏休みに入ったため、代理司会になった。 同年8月13日から8月17日の放送はゼロスタジオではなくゼロスタの下にある号 o 潮止めジャンボリーの特設ステージでやった。2008年の8月4日から8月8日も中山が夏休みのため代理司会になった。2006年、2007年、2008年の夏休みの間は号 o 潮止めジャンボリーでゼロスタジオや マイスタジオなどの見学をやっていた。2008年8月11日から8月15日は、お盆特別企画爆笑グレーカーペット、フジテレビ系の爆笑レッドカーペットのパロディという件、レギュラー芸人と墓場芸人が、レギュラー入れ替えをかけて追いバトルする企画を、ゴーゴー塩止めジャンボリーの特設ステージで開催された。コーナー枠、 ラジカルポシュレのみが一部地方局にネットされていた。全番組、ラジカル。で、日本テレビでは長年にわたり、祝日、平日に特別番組を放送しているため、たびたび放送を休止していた。一方、ラジカル。では、同枠では放送していないため祝日でも放送するが、重大なニュースが入ってくる場合、NNN 報道特別番組を放送するため、休止した。 年末年始は、ドラマの再放送や、箱根駅伝のため放送を休止した。2006年9月4日元ライブドアの堀江貴文、被告発公判の、報道特集特別番組放送のため休止。2006年9月6日、文人と新納日、寄子出産特別番組放送のため休止。 2007年3月16日元ライブドアの堀江高文被告判決の報道特別番組放送9時55分10時25分のため30分繰り下げ短縮放送温泉ミシュラン美人の湯北の一探偵のこいつはドイツだラジルポシュレの3コーナーが休止2008年4月22日 NNN 特番元少年に判決放送のため休止 2008年8月13日、北京オリンピックを放送、10時55分17時30分のため10時55分までの短縮1時間の放送となった、休止になったコーナーは、上松明氏のオブスナファッションモテファッション、ハイキングウォーキングの勇敢山体、ラジカルポシュレ。8月20日、北京オリンピックを放送。 10時25分12時30分のため10時25分までの短縮30分の放送となった休止になったなぁは嬉し恥ずかし邪神感。ヒコカラソネのガッチリ食べまショー、上松明らオブスなファッションモテファッションハイキングウォーキングの勇敢山体ラジカルポシュレ2008年11月5日アメリカ大統領選挙の報道特別番組放送のため休止 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。